ございます。カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて、アクションカメラの取り付け位置を取り付け方をちょっと変えてみたので、前回は振動が大きすぎてちょっと大失敗だったので、今回また取り付け方を変えてドライブしてみたいと思います。ということで、高速道路の加速帯とかもね、こう振動がどれぐらい大きく拾うのかっていうのをちょっと確認しながらぐるっと回って変えていきたいと思います。ということでね、今がなるべく他の人と接しないようにっていうのが大切なところなので、どこにも寄らずにね、ぐるっと回って帰ってくるだけですけれども、それでも車好きにとってはドライブするだけでこう気分転換になりますもんね。なのでなかなかこう外に出れない、特に都会の方はどこに行っても人がいるでしょうから、田舎だとその辺はちょっと人らと離れると本当に誰とも会わないですもんね。なので、そういったのでね、こう動画だけでもドライブ気分が味わえればと思って、ちょっと動画をアップしてみたいと思います。ただ屋根を開けて走ろうと思ったんですけども、まださすがにちょっと雲行きが怪しすぎるので、ちょっと今は閉めて走っていますもんね。なのでくるっと回る帰りは晴れてきてれば屋根を開けて走ろうかなと思います。ということで、久々の高速道路なのでちょっと加速してみたいと思います。だけ高速道路を走って、そのまま1回降りてですね、で駐車場でちょっとコンビニで朝ごはんを買ったので、朝ごはんを食べてから、またそのまま帰ろうと思います。明るくなってきてますね。なんか当てられそうな気がしますね。